8小節の3本か16小節の2本お選びいただきます。どちらになさいますか。16で。では16小節の2本勝負になります。準決勝第2試合です。先攻がポニー、後攻がジェイク。ビートはダニーミックス。レディーポイント。本当ありがとう。今俺のこの心を支配する感情、それはこれ。本当ありがとう。目の前に抜けてる MC、 さっき見たライブ揺れたぜ心。マジありがとう。このバスは全部感謝を込めてお前に書く。昨夜もそう、その前もそう。あったと団子棒が熱くなる。そう吐き出す MC とはそこ。今宵は何揺れるダンソー。サンドはだけミックス。あんまりね状態、それができてる。本当にありがとう。ゼロから1生み出すこのコープ。やめられずにまたマイクを持つ。俺はコープ出身レプレゼン山梨。相手は乗っ取り、ここは死ぬな。そう山梨始まった物語。俺たちバカだって悪い物分かり。それでも刻むぜ物語。やっぱり足は進めないと、先の駒には進めないの。ありがとうサンキュー。急に呼んでくれてライブまで蹴らせてくれてサンキューな。昔は画面で見てた、その時から何も変わらない。その B ボイスダンス尊敬してけ。この空間だが強制してく。負けるわけにはいかない。俺もここで刻みたい。運命の歯車は回り始めてる。この時計は止まらないで、この時代。俺がマイク持ったあの日からだいぶ経ったし、変わった増えたネーム。あの時あいつの名前が出たり、あの時あいつが盛り上がったり。上がり下がりある人生と同じ。そこらどうするよかお困り。ステージ上頭真っ白なったとしても自分を信じろ。持ったもの待ってアクション。相手もいい MC。 こんな状況を踏むためにマイク握っては、自分の心を繋がるはず。ナイスじゃなくマイク持ち合い、バウンス荒れてくしかないって状態。このパーリー全てがあり、畳そこに今ここに、たったワンバース2、3、2、4ずっと一緒だ。一緒にいただけで飯もいただけで酒も飲めて、こんな場所は続けようぜ。各地方の俺の遊んでた箱も次々なくなる。それでもリリース重ねるアルバム、そのうち俺たちも爆発するくらい飛び抜けて地元上げてやりてえから。離せないマイカポン。東京に来た時山梨のポニーですって言ってくれたこと忘れない。東京じゃねえだろ、でも今ここが遊び場所なんだろ。ならみんなで遊ぼう。俺もここに来てよかった。勝敗をつけていきたいと思います。聞きます。先攻ポニー、後攻ジェイク。勝者ジェイクです。ポニーにもお送りしていきます。ナイスポニー。